あの頃飛べなかった1メートル65センチを今海底60メートルで思い出す。トルコ150年の夢、アジアとヨーロッパをつなぐ海峡トンネル。どんな時間もどんな彼方も、私は今度こそ絶対に超えるんだ。大成建設。この国へ来てから僕は空を眺めることが多くなった。仕事に打ち込むほど記憶はまるで雲のように輪郭を変えていく。この空港が完成した時、僕はきっと涙を流すだろう。大成建設。忘れかけていた遠い記憶を風が運ぶ。スリランカ、この国で初めての高速道路。道は今も伸びている。いつか見たあの道のその先の景色を今僕は歩いている。大成建設。親父はでかかった。俺はその影から出たくて、ここに残ったらよかった。なるべく遠い場所に行きたくて。好きにしろ。必死だった。ベトナム、ノイバイ空港。この国の世界への玄関を作りながら、俺は多分あの人の背中を追っている。体制